店にお越しいただきましてありがとうございます。ナイトウォッチングガイドということで、夜の動物園の中で飼育係が、自分の担当動物について解説をするということなので、僕は猛獣館担当ですので、猛獣についてお話ししたいと思います。ここですね、ヒョウが並んでいます。ここにユキヒョウがいて、でこっちに、ね、アームールヒョウがいるんですね。どっか行った？ここね、アームールヒョウの部屋なんですね。でそのまた向こうにもアームールヒョウ、ここにいるのがオスで、その向こうにメスがいます。高いところに今乗ってるんですね。木の上にいます。まあ、この3種というか、まあ、2種類の 3つの檻の、ヒョウについて、解説しながらちょっと移動していきたいと思います。お時間ある方はお付き合いください。で、ヒョウの真下はですね、おしっこやうんちをする場合があります。ま、真上に来た時にはですね、ちょっと引いてもらった方が、安全かなと思います。後ろ足をですね、もじもじし始めると、おしっこする合図ですので、ちょっと気をつけながら見てください。まずここにいるのがですね、ユキヒョウですね。2頭います。オスのヤマトとメスのジーマ。ヤマトは6歳で、ジーマが5歳になります。まあ、寿命が15年から20年ぐらいですので、若いオスとメスで、飼育をしています。まあ、ユキヒョウという名前の通り、まあ、雪のような毛色を持っています。生息域は、チベットやヒマラヤの、非常に、高山地帯ですね。標高6000メートルで目撃されたこともあるんですね。そのぐらい本当の鉱山の切り立った崖で生活をしています。まあ、前人未到の山奥で生活をして、食べているものは野生では野生のヤギですね。マーコールやアイベックスというのがいるんですけど、まあ、角がぐーっと巻いているような、オス同士頭をガンとぶつけ合う、まあ、そのような野生のヤギがいるんですけども、そういったヤギを仕留めます。高みから崖の上でですね、まあ、ちょっと雪が積もったような、岩場にこの雪氷の毛色というのは非常に溶け込むわけですね。雪氷の存在に、気づかずに、あ、これは、ね、メスなんですね。こっちがジーマで、そっちがヤマトなんですね。僕は見分けれますけど、皆さん見分けれるでしょうか。まあ、崖の上から、不用意に近づいた、そういった野生のヤギに向かって、高みから低みに向かって、襲いかかって仕留めるわけです。まあ、ここの、ちょうど、高いところに雪氷が見えると思いますけども、まあ、見上げている私たちが、襲われるヤギの気持ちで、雪氷を見ていると、まあ、そのような形になりますね。で、まあ、夜行性が強い動物です。まあ、夜の動物園ですので、僕に今ヘッドライトをつけてますけど、まあ、お客さんは、ね、ライトつけないでほしいんですけど、今特別に飼育係ライトつけてます。で、目に当てるとですね、結構目が光って見えるんですね。やっぱり夜行性の、あ、これね、こっちの、下にいる、おい、あ、全然見てくれない。たまにね、ちらっと見るとね、目がキラッと光ったりしますね。これにお肉ですね。馬の肉なんですね。馬肉をあげて、今呼吸が合わない。普段ね、あんまりヒョウのガイドしてないんですね。今日は特別にヒョウガイド入れたんで、ちょっと動物もね、反応がよろしくないかもしれません。まあ、ガイドに慣れてないかもしれないですね。まあ、普段ね、やり慣れないことすると天気が荒れるなんて、今日雨降るんじゃないのなんて言いますけど、今日ヒョウガイドを入れたんでね、土砂降りになってしまって、日中ヒョウが降ったんですね。これ本当に旭川ね、ヒョウが降っちゃいました。ヒョウガイドのせいかなとちょっと思うんですけど、全然来ない。ヤマト、全くね、僕も動物の動きが見えないんですけど、こういう餌をあげていますね。食べてくれませんでした。今日は食べてくれ。あとはね、豚骨を、豚の骨、こういうのもあげています。骨もバリバリ食べてしまうんですね。まあ、野生でも仕留めたいものを、内臓も食べますし、骨も食べてしまいます。こういった餌をあげています。あと、まあ、小動物を食べることもあります。これね、ヒヨコ、こういうのも、ね、餌としてあげています。こうやって、ね、ライトでライトアップしちゃうと、うわーっていう気持ち悪いっていう感じですけど、皆さんね、照り焼きチキンは好きでしょうかね。焼き鳥を食べますかね。これはね、人間だって、命を食べています。まあ、養鶏場で、ヒナが生まれた時に、オスのヒヨコはほとんど捨ててしまうんですね。メスのヒヨコは餌をあげて大人にして卵を産ませます。オスのヒヨコっていうのは、ほとんどはね、種オス以外は廃棄物になっちゃうんですけど、動物園でそれを、まあ、安く購入して餌と使って、して使っています。まあ、決して残酷でもね、気持ち悪いことでもなくて、人間だってそうか、命を食べていたな、ご飯って命なんだ、ね、ヒョウも命を食べるけど、人間も一緒だったな、まあ、そんな風に、
捉えてもらえたらいいのかな、まあ、逆にね、ご飯を食べるときに、命を犠牲にして、作ったご飯なら大切にしなきゃいけないよね、まあ、そんな風に捉えて、もらえたらいいのかなと思いますけど、こういった餌もあげているわけですね。まあ、さっきね、馬肉もあげましたけど、これだって、まあ、馬の死体の体の一部と思えば、まあ、そうなんですね。こう見るとね、美味しそうとか言われちゃうんですけど、これね、オスのジーンなんですね。で、こう見るとね、非常に肉球が大きいです。足がね、大きいんですね。で、そして肉球はね、短足です。おっとちょっとね、ブルブルしたら肉汁が、落ちるかもしれませんけど非常に長い、まあ、体が1メーターぐらいに対して尾の長さが90センチぐらい、同じぐらいあるんですよね。今この長い音、太くて短い足とでバランスをとって、獲物を仕留めて暮らしていると、まあ、それがこのユキヒョウという動物なんですね。でユキヒョウ、現状でいうと、生息数3000頭ぐらいと言われています、絶滅危惧種でもあるんですね。まあ、ね、いかにも恐ろしくも可愛くも見えるユキヒョウですけど、まあ、毛皮は目的の乱獲や、まあ、開発によって、生息域が狭まっていると、まあ、絶滅に瀕していると、そんな現状もあるんですね。まあ、そういう中で、大和やジジマが、将来的には子供を産んで、動物園で命をつないでくれたら嬉しいかなというふうに思ってます。まあ、大和もジジマも動物園生まれで、今ユキヒョウが、もし動物園のユキヒョウが死んじゃってもですね、野生からもう一回取ってくる、それからできる時代ではないんですね。まあ、動物園でも、ペアを作って繁殖させて、なんとか動物の命をつないでいこうということを行っています。